ラジオニスの時間です。そうです。早かったですね。重かったね、はい、今回ね。今回はまあ、はい、盛りだくさんですね。まさに盛りだくさんな、うん、モンストニュースだったんですけども、はい、重心化。ヒミコ来ました、まあね、モンスマガジンの方で発表された事前になんか事前にっていうかねスクープがなんかそう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 、はい、4年サミットに来て今日発売とかかな確か多分そうだと思 う、はい、アビリティ、はい、超アンチダメージウォール、はい、貴族性キラースワビそれだけちょっと壁をすり抜けて触れただけの数に応じて威力が増す、まあ、チェインメイトと壁すり抜けますよと。はい、壁すり抜けると有料コンボ、はい、反射クロスレーザー EL EL2 代目で十字レーザー EL、はい何ダメか分かんない。これはもうね。で SS が20ターンプラス8なんで20か28ってことですね。一段階15か。やべえな。そう考えると。はい。ということで、まあなんかもう言うことはないと思うんですけど、まあ、まずゲージじゃなくなったじゃないですか。ゲージなくなった。これのなんか強みをまず一つ話していくと。メテオ SS とめっちゃ相性いいんですよね。あの元々の攻撃力が 28,000 でそのままなのか、うん、でゲージショットの倍率 1.2 倍がないのか、うん、1.2 倍で 28,000 なのかってすごい変わってて、うん、メテオの倍率ってゲージを成功する前の攻撃力にかかるんですよ、うん、ってことは多分 28,000 から3万ぐらいの攻撃力をこの卑弥呼は多分持ってくるんですよね、うん、ゲージなしでってことはその 28,000 に倍率がかかるんで多分チェインメテオの威力が多分だいぶ上がったんじゃないかなと思ってます、うん、だいぶ上がってると思います。だから20で前回の威力とか言ってるかもしれないですけどとかなるんじゃないかなとかぐらいまで思ってるんですけど威力は言ってなかったから、うん、言ってなかったですよね、うん、だからなんかその当てやすさについて壁をね、はい、そういうの言ってなかったけど で、ね、で多分ラグナロクですよね。そうだそうだね。でも言った通り期待できるよね、うん、元もだってめっちゃ威力高いんじゃないかなと思ってます。これこれ超運ダメの倍率どうなのかなってちょっと気になってるところなんですけど多分乗るよねこれで。まあそうだよね、スピード渡りのステージはもともとなかったから、はい、絶対高いだろうし。でもこれは多分普通にまあ SS とアビリティの相性マジめちゃくちゃいいじゃないですか。友情が先に言っちゃうとそれが非5なんですよね。非の重心流5なんで多分これサブの友情非属性なんですよ、うん、だからなんか今までの反省全部生かしてきません。ナポレオンでゲージ嫌だって言ったじゃないですか、うん、ゲージ外してきたじゃないですか、うん、アマクサでサブの友情が光属性になっちゃったじゃないですか、うん、非属性になってるじゃないですか、うん、えでもほらアマクサもサブね水にしてほしかったよね。こいつね確かにもうこれ強いと思う。もう全画面レーザーだからこうなっちゃうとね、うん、反射クロス言えるは、まあ、あっち砲撃型ですけどウォッカですよね。ウォッカそう、ね、クラスの威力出るってことですよね、うん、これこれ強いでしょ。まあレーザーってのがあれかもしれない。レーザーっていうのが唯一、うん、そうねあれだけあれだから、あとまあこんだけ上げてますけど一応ダメ押しかいけないんでね、うん、それも結局そのダメ押しかいけない変わりませんから卑弥呼って使われなくなったからそこはちょっとあれなのかもしれないですけど、うん、まあこれだからあれで生きるの、うん、要は生きるのまあ砲台としてマナ的な使い方ができなくも なってるのかなっていうのはちょっとね、うん、まあ使ったらビビるタイプでしょうね、うん、使ったらちょっと驚きの強さみたいなタイプな気がしますけど、あと SS がちょっと軽くなったから今までのチェインメイトとちょっと話違ってくるんじゃないか。20ターンやばいっす、やばくない。速殺エールで15なんで、あの速殺エールのない元々の卑弥呼の半分のターンで打てるってイメージですね。いやこれマジでいや超いい評価だったんじゃないかなと思ってますけどね、うん、いやまずクロスレーザーがもうちょっとオワコンだったんで割と、いやこれは嬉しいっすね、いろいろね、はい、卑弥呼でもなんか限定感で帰ってきましたよね。だから今回記号絶だったらちょっと嬉しかったんですけどね。ああ、ね、そこに、ね、合わせて、まあ、一応後でも言うつもりなんですけど、うん、一応発表されてるのがね、はい、新しい号絶として水属性のカルナがね、はい、発表されてあるか、カルナだカルナ、はい、あるから、はい、まあでも記号絶がまあでハマるどっちかの極みか究極かではハマるような気がするけどね。あそうかそうか違いますもんね、うん、毎回毎回ね。そうやね、よかったね運極、うん、とりあえず運極で ね、これでだったらだし運極の人も多いかもしれないし、これはまあやばいですよね。ただまあダメ男でどっか他の属性行くときやっぱ木でしか使えないっていうイメージは変わらないかな。ちょっと ね、うん、やっぱ変わんないと思うけどね。よりそこが本当、うん、特化キャラだったからね、うん、まあさらにやっぱ特化したか、うん、なんか自分
なんか超いや AGB なんかつくかなとかちょっとね思ったりもしたけど、なんかイラスト見た感じ、重力ダメをキラーとか言われてたけど、まあちょっとミカとかも被ってきちゃうんだよね。多分まあでもこっち特化してくれてよかったですけどね。神川の要素はみじんもいないでほしかったんで、うん、まあ、神川はなんか卑弥呼って感じはしなかったし、ね、しなかったですね、うん、やっぱ進化して、うん、でもイラストはしっかり神川、ね、イラストはでもなんかそこなんでねめっちゃ神川取られてるのにね。これ神川のところ入ってないよね、神川の進化は。まあでも性能的に神川の入ってないっす、ね、入ってないよね。重力回復の号令ですね、独角さん、そうだ、ね、そうだね、ホーミングカーと一個も入ってないですね。一個も入ってない、うん、回復かなんかつくかなともうちょっと思ってたけど、こっちになったらまあならなかったか。俺それで回復ゲージに来てメテオの威力下がる方が嫌なんで、これはこれで良かったと思うんですけどね。ゲージなしはマジこのメテオ持ってるに関してはマジで評価できますね。そっちに完全に合わせてきたのか、はい、だからまあ37とかがより使いやすくなったのかもしれないですね、もうちょっとね。はい、まあハマるところで余ったらまた無双そうな強さはもう持ちそうだね。ただまあ使うところの話をするとちょっと話変わってきちゃうんですけどね。だから運悪として、僕個人の話になると運悪として有能かって言われると分かんないですけどね、なんともこれね、うん、はい、まあでも十分なんじゃないですか。だって今まで使わなかったキャラが使うじゃないですかこれ。個人的には多分バカ強いと思います、ハマるとこでは。難しいね、ここのアビリティバランス難しいな、うん、なんかでもまあでも長寿は限だからな、もうまあでも言って持ってる率も卑弥呼だと高くなってるから。高いですね。なんか欲張れ卑弥呼は、でもなんかもうちょい欲張っても欲張りこれ以上欲張りだからまあね、こういう結果になったからね、卑弥呼伸ばすとこもあとこれしかなかったですからね、そこはなんかそうなんでね、まあ俺はいいバランスだと思いますけどね、いいとこついてきたと思いますけどね。でもなんかもう一個レーザーしなくてもよかったかなってなって思いますけどね。あれ、あもう一個、うん、レーザーで、まあ一応くないな俺、次回の鳥獣からですね、うん、次回というか、次来る鳥獣震災が終わってから、うん、なんですけども、ストライク、ルシ、卑弥呼、ガブ、ノアが排出対象外になりますので、うん、はい、あのね、モンゲのこっち、属性、おそらく属性限定ガチャに、はい、なりますと、まあ、どうなんですかね。ルシーってかさ、俺もう前思ってるんですけど、鳥獣の顔じゃないですかルシー。顔。いや俺ここばかりは出てきた順じゃないですか、多分古いやつはさ。そうね、まあ単純にそうだったと思うんですけど、いやルシーはね、まあ一意見とするよ、俺の意見とすると運極サンタ終わってるじゃないですか、うん、まあいなくなった方が嬉しいんですけど、はいはいはい、でもさ持ってない人からしたらこれルシマの両方を狙う唯一の機会だったわけじゃないですか、うん、それがちょっと外れちゃうっていうのもね。でガブもさ、まあ、少なくともあと 1,2 年の間には重心化しそうじゃないですか、うん、って思いますよね。ちょっとなんか感慨深いですよねこれも。これはまあ思うね。しかもだってもうこの鳥獣の顔だったけどな、なんかこれ以外で思い浮かばないもんすぐ、鳥獣のキャラがなんかそのイメージとしてね、うん、まあ、カムイとゴエモンとかノストラとかで今度のモーセか、うん、モーセがね、なるけど、だから水だけ2体いるって状況ができますよね、うん、ノストラとモーセね。他の属性は1体ずつになるってことですよね。そうだね、うん、カムイパンドラかと、卑弥呼も消えちゃったし、卑弥呼もね。だから一応鳥獣で狙うのはラストチャンスでしょ卑弥呼も鳥獣で狙うのは次のなんかそうですね。そうだからルシもそうですね、ルシもそうだ、そうだしガブもノアもいい感じの時に、これだってこんなん、まあ本当に運極の狙う人の話になっちゃうかもしれないけど、ギリギリにこれ狙いに行くんじゃない。僕の劇中のアリスと一緒ですよね。そうだよねちょうどいい感じの人だな、うん、今回ので。だから今でちょくちょく伸ばして80とかだった人とかかわいそうですよね、まあのまあ、属性限に行くのかどうなんですかね。まあでもそう考えると、そのアリスだけ狙うっていうところにルシが入ったんで、ルシアリスが一緒に狙えるようになったって言えば、まあそう、普通になんか属性限が豊かになってってる、まあ、そうですね、豊かになってますね。それでしか出ないガチャが今、うん、属性ガチャってやっぱいい印象ないからさ、そこなんだよね、まあ、それがあるからねってのは思いますけどね。まあ今五大天使が入ったおかげでね、属性限引く理由もまあポチポチしてくるから、そのキャッチで引けるっていうのはいいかもしれないですけど、うん、まあ、ついにやっぱりね、うん、来ましたね、言ってたあのこれもね、降格降格というかなんていうか言ってましたけど、はい、このタイミングで来たということなので、
ですね。はい、次、まあ、さっきも言ったんですけど、新号列、はい、カルナ入属性、難しいでしょうね。9月7日19時から、うん、21万2時間、うん、これ来ますよということなので、皆さんもぜひこれやばいでしょうね。また難しさは高熱が来ましたけどね、まあ、極みやって計画できるかどうか、紋章明石民は残してとかやれるかどうかって感じですね、はい、あの紋章はいつでも付け替えるって状況をそれまでに作っとくのが今できることじゃないですかね。マジで貯めますもん、貯めますっていうか貯めてるけど、毎日刹那のせいで溜まってるけど勝手に、まあ、これもね多分ライブすると僕らも思いますんで、ぜひ ね、 そちらも俺その日取りに行くからね、よろしくお願いします。あのこれ期日を取りに行きたいね、期日を取りに行きたいね、期日だからなんかもう六本木ヒルズにあったら最高っすよね、期日、うん、がね、うん、まあ、ちょっとね確かにもう豪雪に関しては、うん、いや明石とかフルぶっぱしてやっとのあれだからね、なるべくやっぱり当日、うん、ってかそのどっちも難易度が来てるっていうところで、うん、やっぱ勝ちたいっていうのを優先するとね、うん、なんかどうしてもなんか全なんかなんなんて言えばいいのかな、もうちょっと見境なんかね、なりふり構わず行った方がやっぱねいいと思うんでね。じゃあみんなそうですかね。そうだから、はい、もう明石紋章全部っ、ね、そうなるかもしれないですけど、はい、まあ、結局つける時間もなくなっちゃうかもしれないから、ね、2時間の間だって2個降臨クリアしろってことですよね、うん、今までの爆絶ぐらいのやつと豪絶をクリアしろみたいなことですよね。はい、でも難しいんですかね、めっちゃ楽しみですけどね、楽しみ楽しみ、ゴールズやっぱ楽しいんでね、でもやっぱイラストがなんかやっぱね、なんかね、なんかあのそっち方向に行くのかね、シュレンガーから変わるのかなと思ったけど、うん、期待シリーズなんかあのうん、なんか悲しみ、なんか PV 見ると悲しみみたいに言ってたから、はい、その感情を表すようなイラストだから、なんかちょっと具体的にしない、うん、しないのかなみたいな、ちょっとそのほんともう肝なんだ、種族原用だったっけ、はい、原用、ね、原用だよね、だからそういうちょっとね抽象的なイラストになりがちなのかなっていうのはあるけど、うん、まあでもなんかあれですよね、イラストの良さ悪さじゃなくて豪絶っぽさがあるかって言われたらあるよね、あるね、あるよね、信頼度なんかね強そうではある、うん、カルナ、そうそう、カルナやっぱ獣神化のムービーとか豪絶のムービーとかさ毎回かっこいいじゃないですか、うん、こだわってるちょっとね、やってほしいですよね、いろいろね毎回ね、なんで、まあ、また多分予想動画も出すとは思いますから、はい、 そちらので折りようかな、折りような、ね、どっちかには折りようかな、どっちかのね、ハマるやつはってか木ご、うん、木に、あ、木じゃなくて水ごうですよ、いけるのはなんか、うん、お極みがアポロックすごいもんな気がします。あ、はい、で究極の方でなんかお量とかなのかなっていう、でもそれから麻酔ワープで進化とか、あ、進化の方のゴエモンとか、ね、しかも麻酔ワープで結構最近なんか、うん、木のやつも強いのがいるから、さっきもさすがようちゃんとか話したけどザドキエラーんじゃないかな、あ、ザドキエラありそう、めっちゃどっちかはあるでしょうねって話をした、ザドキエルキングゲーになるんじゃないかなっていう話はしてましたね。あ、またキング来る、いやもうキングは運用止める気ないと思ってるんで、あの SS だってぶっ壊れてるじゃないですか、多分今全部の SS の中で一番瞬間火力あると思いますよ、ね、まただあれか、そっか、うん、ダメのブロックとなんかあれ、ね、が来るかな、ありそう、でもあり、うん、ありそう、ありそうっちゃありそう、ザドキエルも進化とかだったらね、麻酔ダメオでね、ありそうですね、クシナダ枠で結局品田行けるよみたいな、はい、あ、それビシャモーテンの時みたいになってる、それすごいあるな、ね、はい、というわけなんで、ね、限定ストライクでしょ、あれしなが、うん、知らずまた面白くなってしまう、またじゃあちょっとあれですか、はい、はい、次、アップデ早いっすね、うん、早いね、でまたなんか今回の内容がね神アップデすぎでしょ、いろいろやばいんですけど、まず、うん、真珠 V メーター、はい、真珠の聖域で、まあ、特定のクエストだけかな、うん、あの V メーターがまたね、うん、これ採用されるみたいなんで、あのより、モンスター集めやすくなりますよと、うん、で、まあまあね、うん、次ラック90がより分かりやすくなります、はいはい、あ、これもいいっすね、青いクローバーでね、はい、表示されるようになるので、うん、これまで運極のモンスターしか、はいはいはい、そのクローバーはね緑色の表示層、うん、されてなかったんですけども、90でも青いクローバーがつくことによって、うん、まあラックいちいち確認しなくても分かりやすますよと、うん、これはありがたいですよね、これは普通にありがたい、ありがたいですよね、うん、2,3 体作ってます、しかもそれそう何体かいるからさ、そう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 、あの辺のモンスターどれだっけってマジ分かる、そこなんだよね、右端か左端なんだけど、そうそうそうどっちだったっけって毎回、ね、すごい分かるから、これは本当に、うん、確かにと思って、うんうん、そうだそうだと思った、最高ですね90。で次あとこれですね、はい、
モンスポット。そう早速あの近辺の地図、まあ、行ってたやつですね、うん、ね、行けないよっていうのがもうスワイプで、はい、確認可能になりますよと。ただやっぱ範囲は決まってるみたいですね、うん、はい、ちょっと、まあ、近辺だろうから。でもここまでか、でも十分じゃない、十分でしょう。ちょっと動かせない、まあ、ちょっとこれどんぐらい範囲に行くか、うん、かもしれないけど、前は動かせなかったから、動かせなかった、まあ、今はね、はい、で行かないとさ結局、ね、分かんなかったけど、うん、これはねもうその近辺にスワイプして、ああこっち行こうこっち行こうこっち行こうが、その場にいる時にね、うん、判断できるから、うん、これ門下税には素晴らしい、素晴らしいんじゃない。今しかも資本価値とか、そうそうだよ、今普通にねちゃんとやっぱ何かしらのパワーが日に日に、うん、いるもののね、うん、変わってきてるから、普通にはモンスポットの生活になってきてますからね、うん、ですね、うん、もう助かりますね。もう早速早い修正ということで、はい、素晴らしい。次マルチ時ショット順変更可能に、これもすごくない？これやばい、これ考えてなかったけど、よく考えたらすごいなと思って、うん、これやばいっすね。僕さシュリンガーラとかって最近やってるじゃないですか、うん、ああいうのっていかに最初の手順に固定化するかなってやつなんですよね、うん、でホストがかあの反射で貼ってる人がいるじゃないですか、うん、反射スタートになっちゃうんだよ。そうするとあの一手で上みたいに倒せないことがあるんで、うん、あれ貫通スタートできるのやばくないっていう。そうやっぱ箱を持ってる人持ってない人の都合上でさ、うん、誰がホストやるかとかあるじゃないですか、うん、でもその人がノイシュ担当だったらノイシュスタートになっちゃうけど、うん、あのうん、エクストラコーンの人に任せるとか関係ないってことだもん。いやマジこれ助かる。スタミナ以外は別にもう そうそこの本当あのねパーティーが自由に編成できるっていうことだから、うん、これかん意外に考えたことなかったけど、うん、ここができるようになるってすごいね。すごいこれ4人で入ってもらって後からいじれるってことですもんね。だとこれすごいな。何々君入った後僕入るからみたいなので、そうだからそれ、そう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 、今まで結構てかそれそれ、うん、であれってなんか一回さその認識されちゃうとさ一回出なきゃいけない、解散するまで部屋解散するまでなってったのが、うん、これすごいな本当。マジ助かる、これはマジで助かる。これ誰が提案したんだっけ、その人に。なんかね、いや全部でしょ、全部でしょ。モンスパッドもあれもそうだけど全部すごいよこれ。世界一のバリスターおごってあげたいけど、これさなんか前回のアップデからポッて考えてるんじゃなくて継続的にずっと考えてここで言ってこうみたいな感じですよね多分。だから結構前からもうこれ考えられてやっぱあったのかね、うん、そうか開発が進んだりするんでしょうね、うん、これはでも確かにマルチしてないとなかなか出てこない、うん、ですね。なんかねしっかり やってるから上のあれって感じです、うん、次アビリティガチャというものが、はい、新しく、うん、そのメンテナンス時にも、ねうん追加されますよと、うん4つのアビリティ、はい、アンチダメージオール、アンチ重力バリア、マインスイーパー&飛行とアンチワープ、この4つの中から1つね、うん、アビリティを選択しますよと、はい、すると、まあ、選択したアビリティを持つキャラが各属性1体ずつ合計5体、うんはい、配出されます。5体ってやばいんだよねこれが。星の数もすでに確定なんで、うんはい、まあ普通に当たり、はいですね、しか出ませんよということなんですけども、うん、多分これは別の動画でどれがおすすめみたいにやるんじゃないかなと思ってます、うん、今熱いワープキャラ重力キャラみたいな、うんまあ、ただあと一つこれ無料じゃないんです、はい、そこだけ注意ですね、はい、あの300円300円で、あと、まあ、あのオーブとか求心力だったり、はいスタミナミンとかタスチケットたんまりタスチケット経験値がついてきて、うん、そう今言ったように300円でパックなんで、はい、お金がある方は限定ない、限定ない、うん、限定ない、ちょっとね、ね狙ってもいいのかもしれないです、ね、ありますね、うん、まあ、手持ち少なくてね、世界観とかもたまに言ってるけど、うん、いやいないんですよワープキャラみたいな、うん、非属性少ないんですよとか、なんかね属性で今回はできないですけど、うん、各アビリティで少ないところとかねもらえたりするのは大きいですよね。これかなり大きいよね、うん、先ほどやっぱ結構ワープ主流になってるんで、ワープそうだよね、うん、とか地雷とか、うんうん、自分の毎世飛行選べないのがちょっと怖いですね。あそこはちょっと確かにね、うん、ちょっとあるけどね。これなかなか面白いガチャがね、うん、また来ますんで、うん、でプラス、はい初心者応援パックリセット、はい、なんで、まあ、星を確定ガチャ、この機会ね、まあ、こちらもまあ購入になっちゃいますけれども、はい、買った方は引けますんでね、ですね、まあ、お金に余裕がある方とか、うん、はさぎ始めてね、はい、手持ちが少ない方はこっちを狙ってみてもいいのかなっていう。5体選べるやつはね、あ5体というかアビリティ選べるやつはね、特急以上とか特色あるからね。そうだよね、そっち狙いでも抽選できるんでしょ、しかもそれが。しかもこれどんな感じ、あこれパッあれかな、爆裂感謝ガチャみたいに出てくるんじゃないですか、全部これちょっとこれ楽しみ、これはうん選べないしでもそれ強制的に、そうそう強制的に絶対重力選ばねえやんだ俺これ確かに自分何やろうかな、うん、でもね、うまいなと思ったらブロックないんだなと思って、
あそう、俺ブロック欲しいじゃないですか。アンチもうもはやそうだね、ブロックも全然、うん、もう メイン機能っていうか入りだからな。そう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 。でもアンチブロック多分強キャラ出ちゃうんでしょうね。あーそめっちゃ確かに、うん、少ない、まあ、この4つに比べたら圧倒的に少ない。そうだよね、そうだそうだ、ボーンって出ちゃうんでしょうね、強キャラね。このガチャも、うん、確かに面白いよね、面白いね、これね。近畿1クリアできない人もマイスイとかね、うん、まあ、まあちょっと極端な話は言えないですけどね、うん、ラミエルなんでね、あれはね。ノイシとか狙いやすいですよね、マイスイ。だってノイシ入ってるから、ね、今で熱いの育ってさ、ノイシじゃないですか。であと、まあ超運ルー、マイスイじゃないですか、うんうん、結構熱いですよね、まあ、ルーは。あ、でもそうか、でもルーも狙えんだ。そうそうそう、だから地雷は、ちょっとパッと見地雷なんか熱いみたいなイメージありましたけど、うん、確かに普通にそうか、うん、近畿でも自分の手持ち薄いとこはこれガンガン狙うべきだね、うん、いいですね、これから行きたい人は。まあ、ピンポイントじゃないとこがあれですね、ちょっとね、うん、まあと言って、うん、キャラも多いからどういう感じになるか分かんないけど、あと枚数ダメとか持ってたら両方で抽選されてるってことでしょ。ああそうですよね、多分ね、そこ難しいね。ノイシュ2個抽選する方法があるってことですよね、簡単に言うと。そっちで、そうか、じゃあ狙いやすくはあるんだ。じゃあ狙いやすくはあるんですよ、うん、だからね。ただまあ属格属性1体ってのがね、これ属性も選べたらやばいですけどね。水属性5体ボン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 って言ったらやばいけど、でもこれでも割とあれじゃないですか、3800円って言ったら80個とかでしょ普段。10連で5体も出ないじゃん。60か80、うん、そうじゃん。いやこれそう、うん、5体はやばい、熱いですよ。そうそうそう、まあ、熱いかどうか熱いかどうか分かんないけど現状加減してるからね。結局でもまあ確率にとりあえずね、うん、あのね、うん、星5以上が引けるのは間違いないから、うん、外れ引くよりもね、各属性どれか1体ね、そうそう、出ないってことがないから、これは、うん、来ます、はい、これもアップデーがね、うん、後に来ますんで、ぜひ。ただアップデーがいつってこれ言ってなかった気がします。今回言ってなかった、うん、毎回なんかアップデーは言われないんですよね。で、まあ、本日出てるかも、大概、うん、火曜日がね、はい、多いんで、あの月曜の深夜とかで、あ、まあ、わかんないんでね、うん、またおいおい、これもね、はい、腰からお知らせ来ると思います、ね、はい、新イベ、まあ、軽くですけどちょっとね触れていこうかなと思います、うん、はい。で今回珍しく、うん、ガチャで出るあの進化カミカのイラストも、表示されてましたね。ただまあ性能はどちらか、うん、片方でしたね、うん、でしたけれども、うん、じゃあまずいきましょう。木属性ひまわり、ひまわり、まあ、イラストは多分どっちが出てるか分かんないですけど、はい、その性能の方かな、うん、はい、進化、はい、進化ですね。マイスイーパー L にアンチウィンド、はい、でストライクショットが、自強化と反撃モードで来ました。シャイニングビラー攻撃型、反撃型、微妙、まあ、これはねちょっとピラーには期待したけど、うん、まあ地雷だけだね。片方も片方ですかね、期待するのはね。カミカ期待ですかね。なんか適当っすね。ただまあなんかあれだね、はい、組み合わせが割となんか、うん、ねえ、あれだけど、うん、ピラーには期待したいけど、そもそもね、うん、マイスイーパー L だけだから、うん、ピラーも、うん、なんか当たった時のインパクトじゃないですかね。ランダム性が高いからね、うん、好きではあるけど、ね、自分も。はい、椿、火属性ですね、はい、これも進化神化絵は発表されましたけれども、神化ですね、うん、飛行アンチアープにゲージでアンチブロック、うん、でスタイクショットがあの爆発 USS ですね、うん、で友情コンボ爆破拡散弾にサブでマーキングレーザー、うん、貫通バランス、これが目玉になるんですかね。このままいけるところはかなり多いよね、うん、飛行アンチアープ、アンチブロック、うん、なんかボチボチ強そうですけどね、うん、マーキングレーザーがあのサブでも意外に強いと、うん、金井さんが言ってましたけど、うん、貫通なんですもんねこれ、うん、火属性だとね、アンチワープ、アンチブロック、この3つ持ってるのいなかった、いないっす、いなかった、ね、うん、1体もいなかったかな、いないっすね、はい、だから打診弁とかなんか違うところでトリプル取ってるんですけど、うん、これはまたそう違うトリプル取ってきてるからね、うん、なかなか、うん、ハマるところが来るとこいつしかいないという状況になるとね、はい、持っといた方がいいのかなって。ただ今回面白い友情が全部ついてますよね、うん、で最後アジサイ、はい、これイラスト割と良かったけど、進化神化、うん、で進化性能ですね、うん、ドラゴンキラー EL、うん、原獣キラー EL、うん、にストライクショットが、オールアンチ、はい、で友情コンボ来ました、ランキラー、はい、貫通スピード、これね絶対欲しい。こいつは分かりやすい使いどころがね、まあ、これは言ってたけど絶対欲しいですね、まあ、近畿のね、うん、あのオールアンチの、うん、4だっけ、4かな、そうですね、
4ですね。4の5で、はい、あの光源氏のとこですね。そうだそうだ、はい、これは強い。これなんか遊ぶとこ多そうっすね、うん、8ターンっすよね多分。これ4か8っすよね。4はないか、8っすね。8だろ、チャンスもしかしたら言ってたかもしれないですけど、うん、でノルラン騎団だから、うん、こうなると違いますよね。こうなると違うよね。アポロの時とかも言ってましたけど、このラン騎団がキラー乗ったりするなら話違うって言った。なんかもう典型的な全振りで出ましたよね。いやこれやばいよ普通に。3倍やばいっしょ、うん、待って、だってこれはこれ強いんじゃないですか。5万ぐらいのやつが、これだってそうだよね。で15万ぐらいの機体になる。普通の機体の威力ほどはいかないかもしれないけど、それ手前ぐらいまで来ますよね。オールアンチだもんな。機体5万ぐらいでしたよね、ラン機体。確かラン機体がちょっと待って3分の1ぐらいだった気がするんですよね。5万、5万、そうですね、5万だ。15個が、15万が 8発、あ、7発か。これは強すぎでしょ。割といいかもしれないですね。だって普通のラン機団が出てるってことで、まあランダムだけど、うん、まあ、多分対ドラゴンと幻獣機団はちょっとあれですね、うん、ピンポイントすぎっすね。ただこれちょっと思ったのが、あの33とかでも面白そうかなと思ったんですよね。あのオールアンチでダメオンを結構できるじゃないですか。 あそこってダメオンターンも調整できるじゃないですか、うん、普通に強そうですけどね。なんかちょっと遊ぶところが増えそう。他のところもそう、結局そうなんね、うん、オールアンチがあることによって、うん、あとあれですか、光と君のテポーンのところはブロックないですけど、まあオールアンチ打ってね、なんかひたすらやってれば、結局どれかしらテポーンに当たったりしただけでも結構ダメージ出たり、殴りも強そうだっていうね、うん、で貫通 EL2 つ持ちはちょっと強いですね。欲しいですね。これいいね、うん、しかも対外幻獣キラー幻獣ね、うん、幻獣の雑魚多いし、中ボス雑魚多いし、うん、幻獣持ってんのちょっと欲しいですね、うん、なんかこいつと地味に本当なんか、プヨのなんか共通とかでもなんかすっげえ活躍するし、うん、これ地味強になりそう、うん、地味強になりそうですよね。地味強になりそうね。クシゼロとかもでもなんだかんだ面白そうじゃないですか。そしたら普通に、ね、いや確かに確かに、なんかちょっとやってみたい感はありますね、いろいろね。これ欲しいな、うん、ランキランだけあるし、これ欲しいね、ちょっとね。でもね、あの上川ガラッとイラストがもう可愛い系になりますけど、ね、はい、なんか、うん、あとなんかアニメがあるからかな、うん、割とイラストがそう、今回違って、アニメっぽさはありますね。なんかもう今回さ、いろんなキャラ似てますよね。タンポポ似てるじゃないですか、うん、で一応月球服、うん、プラチナ将軍、うん、ここでまあイラストだけ出しておきましょうかね、うん、氷もじゃあ、多分出てると思うんですけど、プラチナ将軍、うん、とあと貴族生の、はい、そうか、キリン少佐と誰、銀中佐闇属性が、これまあ性能ね、これちょっと僕も触れすいません、聞き逃してるかもしれないですけど、あの出るそうなので、うん、こちらも鱗鋼、鋼、まあ、多分9月鱗、鱗じゃないですね、これいいんですね、カリンちゃんの字わかんない、ね、うん、はい、まあなんか貴族性の人が出るですね、はい、まあおそらく9月2日、うん、日曜日からかな。ステッキなかったね。あ、言われてないっけ。言われなかった気がするけど、わかんない、コードで。あ、でも言われてはなかった、はい、けどあれあるのかな。あ、でも後からあれ、あと毎回もうわかんない、うん、でもミッションだから別にもう言わなかったみたいな、あ、もしかしたら、あ、まあわかんない、うん、それがなくしてきた、わかんないですけど。で結局だってグッズ化のやつもホタの影響めっちゃ受けたじゃん。うんうんうん、はい、ブラちゃん、はいはい、まあ作る人は作って、うん、てか水の激流はよ、今回光だったね。まあ、シュリンガールの枠増やせよ。モーゼ出してる場合じゃないよ。はい、というわけで、まあ今回盛りだくさんでしたけれどもね。うん、であと、卑弥呼重臣か明日です。はい。これ言うの、これ言うの忘れてたんですけど、ね、明日の12時、モーゼと、あの、実装と一緒ですね。はい、実装っていうかガチャ、ね、サクッときましたね。実装サイレント一緒なんで、そちら。ですかね。ですね。ぐらいかな。うん。モンスターまあ多かったけど。はい。多かったですよね。このぐらいかな。うん、まあもうこの動画が出てる頃にはあの公式サイトの方で割とポンポン出てるかもしれないですけど。うん、カルナ出てる。カルナ出てるね。はい。ちょっと見てみようか。追加情報は出てないですね。まあラック10以上取んないとみたいなのは変わんないですね。うん、はい。ラジオニュース。はい。ということで。まあ、今回別の動画ちょっと上げさせていただくことになっているんですけども、ね、うん、こっちも暑いんですよ。まあ、以前から言っていた、リアルイベントを、ね、はい、実際に決定させていただきました、うん、で応募方法とかは別動画、多分この動画が出てる後日
次の日とかその当日とかにもう一回出てると思うんですけど、うん、まあ、詳細を軽く話しておきますと、はい、今回は前回と違って20歳以上の方のみのちょっとご参加にさせていただいております、うん、で応募人数とかもまあ詳しくは後で話すんですけども、日程が9月の26日です。これは決定事項でございます。9月の26日水曜日、平日、はい、ちょっと平日になってしまうんですけれども、水曜日に行います。で場所、はい、大阪、お関西でございます。大阪どこでやるか、大阪だけなんかあったっけ、自分らのよしみの場所、皆さんもよしみの場所があると思うんですけど、 X フラグストア心斎橋にて今回のお別れはやっていいんだ行わせていただこうかなと思っております。はい、で時間がですね13時、昼の13時から入場開始しまして、だいたい終わるのが19時ぐらいを見ていただければなと思っております。まあ、昼いっぱいというか、はい、ですね、うん、なんでもしご予定とか挙げてくださってる方がいらっしゃいましたら26日っていう日付だけこちらで発表させていただくことになります、うん、で中でやるプログラムとかはね、来ていただいた方ちょっと限定のものにはなってしまうんですけども、後日動画でアップとかは多分すると思うので、うん、動画への映り込みとかいろいろ許可していただく分はありますけれども、応募フォーム付きの動画をこの後告知させていただきますので、うん、そちらでぜひ応募していただけたらなと思います、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、以上ですね。はい、オフ会は、はい、でも詳しいことは応募フォームとかに書いてあると思うので、うん、ぜひねそちらを見ていただきたいですぐらいかな、ぐらいか、はい、やっとちょっと発表できて、ちょっと遅くなってしまったんですけども、ね、そうですね、まあ、1ヶ月後ぐらいちょうど、まあ、はい、かな、はい、まあ、何件かリプとかもいただいていつやるんですかってあったんですけど、ね、ちょっと遅くなってしまった、申し訳ないです、ね、ちょっと3連休後にはなってしまうんですけども、はい、そうですね、予定が合う方はぜひ、はい、合う方はぜひ来ていただければと、ぐらいですかね、うん、何しろニュースはね、ぐらいだね、うん、そうかね、はい、まあ、うん、今回ね発表いろいろ多かったですけれども、うん、あれやこれや、うん、コメント欄あると思いますので、ね、ぜひ、はい、ある方は、まあ、ヒミがどうだったとか進行率早いとか、うん、アップで紙だとかあればぜひよろしくお願いします。早かったですね、早い、まあでも言ってでも 3,4 回来てんのか、そうそうだ、ね、前なんか懲罰の時2回降臨とかで来てた時あったからね、赤社とか確かサクッと来てたから、まあ豪雪としては期間があれなのかな、まあでも豪雪ポイント回収するとか2つになるんで僕は助かりますけどね。あ、てか豪雪ポイント俺回収してね回収しなきゃ、いやまあでもなんだかんだ卑弥呼ね、とりあえず受信化してくれてよかったですって方は、はい、ちゃんとよくよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もゲームラジオ4からお送りしました。ナイプレッシャー。中でした。お疲れ様です。ありがとうございました。